降ったばかりの切片。天然の切片をマクロ撮影したもの。切片はある程度の大きさに育った単一の氷床、あるいは豪着した複数の氷床が雪として大気中を落下してきたもの。雪の結晶という言い方もある。過飽和になった空気界の中でゴミの粒子が水蒸気を集めて過冷却雲粒を形成し凍結して 表彰となることで、核生成する。温度や湿度の異なる、大気領域を通過しながら成長するために、形状は複雑になる。そのため細部まで、同一の接点は存在しないが、形状には八つの大分類があり、少なくとも八十種の変種に分けられる。表彰形状の主な構成要素は針、角柱角板、付着蜘蛛粒であり、 これらが組み合わされる。透明な物質である氷からなるにもかかわらず、雪は白く見える。これは、切片の微小な結晶面で、光のスペクトル全体にわたって、拡散反射が起きるためである。天然の切片は、形成過程が偶然に左右されるためそれぞれ異なる、形になる。特徴的な六花の形状は、氷の結晶構造と関係がある。 切片は蒸気量が飽和した氷点下の空気界の中で無機、有機の微粒子を中心として核生成する。発生した氷床に水分子が六方対象の配置で付着することによって成長する。凝集力は主に静電的である。ある程度暖かい雲の中で水滴が氷床となるには、凝固核として働く。 エアロゾル粒子を含んでいるか接触していなければならない。氷昇格となり得る粒子は液体雲粒の形成に必要な凝結核と比べて希少である。氷昇格としての有効性を決定する要因は分かっていない。粘土、砂塵、生物由来の粒子は有効だが、その程度ははっきりしない。人工的な氷昇格には溶化銀やドライアイスの粒子があり、 これらは人工降雨法において片小の雲粒を生成させるために用いられる。微粒子なしでは起きる菌質核生成は低、摂氏35度未満の低温に限られることが実験的に示されている。両端に蜘粒が付着した つづみ型結晶の操作型電子顕微鏡写真。凍結した水滴は、過飽和環境において成長する。ここでは、氷点下の温度で空気が氷に対して、過飽和であるときを考えているが、水の飽和上気圧は、氷より高いので水に対しても、過飽和であるとは限らない。空気中の基層水分子が、氷床表面にあたって凝化することで成長は、行われる。 それによって、大気中の水蒸気が減少すると、周囲の水滴が気化して補う。つまり、水滴が減った分だけ氷床は増大する。液体の水は、存在度が高いため水滴ははるかに数が多く、氷床は水滴を消費しながら、数百マイクロメートルから数ミリメートルの大きさにまで、成長することができる。この現象は、ベゲナーベルシェロン過程として知られる。 流形が増えると大気中での落下速度が増加し、それにより他の雲粒と衝突、併合して、クラスター化することもあるため、氷床は効率的な高水源となる。地面に落下する氷粒子は通常この種の併合体である。氷床が多くの液滴を併合して、無氷状のボールとなったものは、あられと呼ばれる。 ギネス世界記録が認定する最大の切片は1887年1月に、モンタナ州フォートキーオに降ったもので、差し渡し38センチメートルとされている。ある農民の報告による、この記録は疑わしいものだが、8から10センチメートルの雪粒子は、実際に観測されている。単結晶では10セント高架台の観測例がある。 色強い直射日光を受けた雪の結晶は微小な、プリズムのような働きをする。氷そのものは透き通っているが、雪の色は普通白く見える。雪を構成する切片の微小な結晶面で、光が散乱するとき、スペクトルの全域にわたって、拡散反射を行うためである。形状切片の形状は生成した温度と湿度によって大きく異なる。 接氏二度程度の温度では稀に三回対称性を持つ三角形の切片が生まれることがある。一般的な雪結晶はほとんどの場合形状が不規則だが写真に写されるのは見た目に魅力的なほぼ完全な形状の結晶が多い。典型的な切片には1019個もの水分子が含まれており地面に落ちるまでにどんな温度 湿度の領域を通ったかによって、成長の速さやパターンがそれぞれ異なるため、任意に選び出した二つの切片が、外見的に同じであることは、まずない。成長条件を制御すれば、分子レベルではともかく、見た目に等しい切片を作成することは可能である。切片が完全に対照的な形状となることはないが、他の粒子を併合しない限り近似的に6回。 対称性を示すことが多い。これは氷の結晶構造が六方章であることに由来する。凍結したばかりの氷床は微小な六角形である。六下の切片が持つ枝は六角形の角がそれぞれ独立に伸び、さらにその枝の両側面から小枝が独立に生えたものである。切片が雲の中を落下するにつれて、 成長の微小環境はダイナミックに変化するが、この温度と湿度のわずかな変化が水分子の付着の仕方を左右する。微小環境とその変化は、切片の近傍でほぼ一様であるため、どの枝もほとんど同じように成長する傾向がある。この傾向は様々な理由によって破られる。切片に液体の蜘蛛粒が付着すると、その場所の成長が阻害されたり、 多結晶化することがある。また、気流が運んでくる蒸気は、切片の回転運動によって、枝ごとに均等配分されるので、回転が止まると、片側の枝だけが大きく伸びていくことになる。微小環境が同じであったとしても枝の成長が、すべて、等しいとは限らない。 一部の結晶型では成長モードによって、面ごとの成長速度が影響を受けるため、各枝の成長が一様ではなくなる。実地の研究によると、理想的な6回対象形状を持つ切片は0.1%未満しかない。ごく稀に12下の切片が見られることもあるが、この場合も6回対象性は保たれている。イスラエル・パーキンズ・ウォーレンによる初期の切片分類。 切片は多様で複雑な形状を持ち、二つとして同じものはないと言われる。実験室では、ほぼ同一の切片が得られているものの、自然界で発見される見込みは薄い。同じ形状の切片を見つけようとする試みを最初に言ったウィルソン・ベントレーは、1885年以来、数限りない切片を顕微鏡で撮影し、今日我々が知っている。 様々な形状を発見した。世界で初めて人工雪を作成した中谷幸一郎は、その結晶型を成長チャンバーの温度と全岸水量に関連づけて中谷ダイアグラムと呼ばれる図に表した。小林貞作はこれを改良し、水蒸気フォワードに基づく小林ダイアグラムを作り出した。その概要は以下の表の通りである。 切片の主要な分類のうちの2種、角板と角柱を撮影した、ベントレーの写真。残る1種、針状結晶の例はここにない。切片の形状は主に形成時の温度と湿度によって決まる。最も一般的な雪の粒子は、不定型である。氷点下引く摂氏3度までの低温空気の中では、板状の結晶が作られる。 さらに温度が下がると引く摂氏8度までは、中空の柱、角柱、針状の形となる。摂氏8度から引く、摂氏22度では、雪結晶は再び板状になり、枝が伸びて、樹脂状になることが多くなる。気温が引く、摂氏22度を切ると飽和度に応じて、角板もしくは中状になる。片が形成されるとき水蒸気量は必ず氷に、 対して、過飽和だが、小林が示したように、水に対しても飽和しているかどうかによって、結晶型は変わる。蒸気量が水飽和線以下だと厚みが増して広がらない。過飽和空気中では透かし模様が入った繊細華麗な結晶となる傾向がある。成長条件や核の状態によっては、側面に別の板がついたり、砲弾型や板状の結晶が、 放射状に伸びているものなど、より複雑な成長パターンも生まれる。約摂氏5度の中上成長環境で成長を、始めた表彰が落下していく間にもっと暖かい板状成長環境を通過したとすると、拡中両端に平行な板がついた、鼓型結晶が生まれる。孫の長春と、李正樹湯は、天然の雪結晶を80通りに分類し、それぞれを、 顕微鏡写真に記録した。8種の大分類とその下の小分類は以下の通りである。ユネスコが2009年に水文学専門文書として講示した季節性の積雪の国際分類は地面に落ちた切片を粒子形状や流形などによって分類する方法を詳述している。この方式では雪結晶の編成と合着を通じて積雪の分析も行われる。 雪の結晶のシンボルマーク。主にヨーロッパと北米において、切片は季節を表す伝統的な図像、モチーフとしてクリスマスシーズンによく使われる。キリスト教の祭典であるクリスマスは人類の罪をあがなうとされているイエスの受肉を祝うものである。そのため、欧米のクリスマスでは伝統的に切片が 清らかさを象徴する。イザヤカキが語るところでは、イエスの食材は、人間の罪を神の眼前で、雪のごとく白くする。また、切片は、ホワイトクリスマスとも関連付けられてきた。切片は、陶器や寒冷環境の象徴としてもよく使われる。例えば、STM 工業企画では、運転条件の悪い冬道でトラクションを高める、スノータイヤには、 山と接点を重ねたシンボルマークが付けられる。様式化された接点は1968年、1972年、1988年、1998年、2002年の冬季オリンピックでエンブレムの衣装に取り入れられている。門章学でも縦に描かれる門の一種に様式化された接点があり、冬や、 ウィンタースポーツの象徴として使われることが多い。ユニコードでは、雪の結晶を表す記号が3種類符号化されている。U プラス2744、スノーフレーク、U プラス2745、タイトトリフォリオットスノーフレーク、U プラス2746、ヘビーシェブロンスノーフレークである。ウィルソン・ベントレーが撮影した写真の一例。 ありがとうございます。